そのなんかジョーロみたいな後ろにおるんだやで。ハロー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 。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、久しぶりにスプラトゥーン2の動画を投稿するということで、間が空いちゃったんでリハビリツアーをしていこうということなんですが、武器編成バグってるやつ。相変わらずスプラトゥーンは武器編成がいかれる場合がありますね。そんなスプラトゥーンにナイスと自分にナイスで頑張っていきましょう。で使っていくのはもちろんゴーニガロベッチュでございますね。僕のさ一番の愛用武器ゴーニガロベッチュですから、この武器を使っていれば多分ねいい感じにリハビリになると思うわけなんですよ。あのなんかアップデートさしてからさ、ゴーニガロベッチュの人気がさもうありえんほど急上昇したんで、もうそんだけね大人気でね強かって、なんか敵の人キルできてる自分にナイスやしね、もうそんな武器に頼ってしまえばいいですやんか。持ち武器プラス僕の大好きな武器ってそんなもう無敵やん、誰が見ても。この辺絶対潜伏してるでしょ。おるで、おなんかいっぱいおるね。これはこれをちょっとねリハビリ、あのあれやね、長射程のこの射線をいかにこう食いかぶっていくかという、めちゃくちゃ噛んでるけれどもかいくぐっていくかというこの射程の暴力にどうやって僕が勝つかっていう、あのあれやね、リハビリ会ですね。長射程をどう攻略するかのリハビリ会でございました。おやすみなさい。ナイスローラーの人いいですね。いや立体 4K の人なんかあれやんか、頭抜きは結構おしゃれなサングラス、紅の豚みたいなサングラスやん、マルコポルソロソロソロソ豚メガネじゃんけ、どういう名前やね。わけわからんけどさ、ちょっとぬりぬりぬりにしておきましょうか。これはねすごい武器編成ですよ。まあでもなんかリハビリには持ってこいやわ。これ塗る練習もできるもんこれ。塗り塗りルーリルの練習もできますからね。よし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 、まあ、ちょっと頑張ってやっちゃいますか。まだまだ塗りめちゃくちゃ雑やけど、でこの聖なるバリアミラーチャップがあるんで、もうここにおったのも正直無敵よ。でお肌スベスベジェットパック来てるけども味方の人強すぎ。ローラーの人がナイス、もうシンプルにナイスなんですよ。でこれチャージキープで僕やられるってやつでしょこれ。あちゃうん、あ意外と生きてる、意外と生きてる、すごい。絶対にデスすると思ったんですけどね。ほんで寿司粉の人がヘイラー世代大将ということで、多分お寿司をねそろそろお寿司にぎにぎアタックしていくんで、そこ気をつけて。あコロニカ、あいいね、いいけどまだ今のはちょっとリハビリっぽくなかったな。もうちょっと自分の感覚で味覚が当たるようになればリハビリ終了でございます。3試合したらリハビリなるんちゃうん。そんな気しますね。超久しぶりのスプラトゥーンやもん、大丈夫かなと。やっぱり毎日1試合でもいいからあれやね、触らないと多分もうちょっとさすごいもう衰えの衰えももうじじじのじじじのおじじになってると思う。うわ怖っ。なんか回線落ちのチームと戦ってるような感じですよね。立体の人こんなローラーに前おるし僕おるし、それ前出てこられへんよ、絶対に前出てこられへん、前出た瞬間死亡するやん。いっとそれが見えた瞬間終了やったでしょ、ペニーワイズのやつさ。これさあれやん、リッター前に出た瞬間試合終了やんか。もう安西先生もびっくりするぐらいの試合終了画面やで、画面ちゃうわ、噛んでもうてますけど、めっちゃ濡れんな。ほんでゴーリーがこんな濡れるんか、そりゃええわ、こんだけ濡れてキルできたらそんだけ、あいいやん、潜伏の練習とかもしちゃったりして。え待って、めちゃくちゃ濡れるやん、ほんまにこんなん、え本当にあった怖い話ですね。濡れすぎるし強すぎるし怖いということでやりましたけれどもね。いやー安定の、いやもう昔からよ、昔からゴーニーガロンベッチュ君は最強やった。はい、じゃあもう一試合ガンガゼ野外音楽と報道でね、噛みまくりまくまくりのまくりのまくりのまく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 やけどさ、マクドナルドやけどさ、頑張ってねやっていきたいと思います。もうガチャガチャすぎやろ、もう言いたいだけやんか。ほらマクドナルドとか言ってたら僕の今回のインクの色ポテトやんか、これがマックフライドポテトの力ですよ。ほんで長射程チーム、2人ほどおる。ミートボールとジェットスイーパー、ジェットスイーパーがいますね。あれをこうやってカレーに置けていって、今日の晩ご飯はカレーよと、たかし、たかし、今日の晩ご飯はカレーよって、はい、わかったわ、ママーってしていきましょう。ちょっとやばいやばいやばい、え、ちょっと待って、デュアルスイーパーママおるやんか、デュアルスイーパーママ、やばいやばい、うわ、やばい、主婦の力見せてきてんな、これ、うわ、すごい、すごい、下から打ってそこもいけちゃう、その、うわ、そう、すごくない、その、なんか、ジョーロみたいな、後ろにおるんだやで。ハロー、ハロー、ハロー、ハロー。いい感じにいけましたね、これがハロー、チャップの力、あっ、うおインクダメージ残ってたから、パブロの往復ビンタで一瞬で溶けましたね。で、423ポイントですよ。これ432ポイントやったら、うわ、432やって言ってたんですよ。もう言う意味ないけどさ、言ってた。あれ、そこおるな。あ、これ追いかけていきましょうか。追いかけて待たれててやられるんで、ここにあれでしょ。こうやってシールド貼るんですよ。完璧。
まあもう予測通りですよ、もう全てが。僕の IQ はほんまに965あるって言われてますからね。世界最強の IQ の力見せていきましょう。 IQ 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 よ IQ。 あ、こう待って、パブロの人は IQ からの救急、え、 IQ からの急転やぞ、やばいぞ、やばいやばいやばい、ギャルの聖地急転か。そんなことはないかもしれんようわからんけど、あ、ここからそこ塗れんねや、それ衝撃やんやけど。さあ、こんだけスプラトゥーンやっててさ、あの知らんことめっちゃあんねんけど、どういうこと僕スプラトゥーンの知識がほんまに、知識量はもしかしたらあの初心者レベルかもしれませんスプラトゥーンの知識量世界対戦にしたら僕多分あれ余裕で負けるよ。なんで世界対戦になってるか知らんけど、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかおる、え、パブおるぞ、パブ、天空の城パブ、ナイス、ありがとうございます。やっぱさ、2角で倒せなくてもさ、1角当てといて、あと味方の人が取ってくれるみたいなさ、そう、アシストのしやすさっていうのもね、僕ね、やっぱ評価ね、しがたいところがあるんですよ。しがたかったらあかんな、評価できるとこがあるんですよ。これパブロに夢中になってたら他の武器にやられる、これあー、危ねえ、やばいやばい、うわ、危ない危ない、ちょっとやばい、ピッコロ、ピッコロすぎ、ピッコロすぎ、あ、いや、ピッコロ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 殺すけやん、危ねえもう勢いでごまかしてるけどさ、ほんまに危なかった今の確実に負けるんじゃないかという恐怖感。ナイス玉でそっちに押し込ん でここで決めるという、これがハサミギロチンのカイロスの力、カイロスイエーイ、あ、ちょっとカイロスカイロスとか言って喜んでた。後ろからシャープマーカーシャーペンネオが来ましたね。気ぃついたらさ、めちゃくちゃさ、ブレない心のようにさ、射精もさ、射精、射精ちゃうわ、射程もさ、射程ちゃうわ、なんていうの、集団率、集団率もさ、曲げないぐらいの心持ってるからさ、これ着地キルさ着地キル取ろうかなと思ってたら、あのもうちょっと時間あったらさ、パブロに飲まれてましたね。あれが噂のパブロハリケーン、これ勝てましたからね、早めのパブロン、イエーナイス。いや、強いやん、やっぱりキルできる、で濡れる、アシストできる、もう悪いとこあります？逆に聞きたいよ。はい、じゃあラストはタチウオベーキングパウダーの方でですね、今回のリハビリの方を締めくくっていきましょう。おー、リッター味方に来たと思って、長射程こっちに来たと思ったけど、敵やっば自分にナイスしていきましょうか。やっぱりなんかステージごとによって武器変える人とか多いのかな。なんかもう今回のステージさ、もう明らかに見て、あのなんかお前赤外線セキュリティみたいな、お宝守ってんのっていうぐらいセキュリティきつい。あれ何を守るもんがある、そう、あなたの心ですみたいなさ、なんなんそれ、ルパン三世のカリオストの城みたいなさ、そういうやつ。あれむしろ守ってないし盗まれてたしね、お姫様のさ、クラリスのさ、何の話してんねんほんまどうでもええやん、ほんまに。とっつぁんで銭形の親方は言っときましょうか。まあそんな感じで遊んでたらいけると思うんですが、何？ん？ベオルドマーカーか。あ、ちょ、な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 、ちょ、だ、誰誰？あの人気づいてない。あの人気づいてないから、こうシューっていくんですよ。ほんとやね、ボールドマーカー、これ僕、ほぼボールドマーカー。ほぼボールドマーカーチャップでしたね。今はナイスということで。あ、大丈夫ですか？オッケーズ。あ、ここやりましょう。ほぼボールドマーカーの力見せていきましょう。もう意味わからんけど。どの辺がボールドマーカーはよくわかりませんが。これちょっと潜伏しておきましょうか。上から追ってくるんじゃないの、親方は上からリッターがとかいうのは、そのパターンあるんちゃうかな。ちょっと上を塞いどいて、ほんでやられると思わせといて、こっち逃げて、でさらにここでクイックを決めていくという、こういうことですよ。え、ダサ今のはもう調子乗りすぎましたね。貪欲にキルを狙いに行く、キルのことしか頭になかった男の末路があれです。皆さんお気をつけくださいませということ。あ、やられてしますね。 OK、 よくぐる、あ、ここ倒しますよ。シュ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 、うん、ワップね、ワンチャンやられてたな僕がな危ないよ。ウィンガーディアムレビューをさせていく。あ、 OK、 シールド、これこれこれね、これね、これ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 、このシールドなんです。やられます、すぐやりましょうもうほんまに気をつけてください。チャージキープあるからね。で、あれやな、ほぼボールドマーカーがどっかから司令と来てるかもしれませんので、そこの気配を感じ取れ、ん、感じ取られへんワンチャン気配感じ取れるかな。あ、結構あれか、自陣に入ってきてんのかな。じゃあ僕はこの辺でチャージャーの人と一緒に遊んどきましょうか。よいしょ、あ、やばい、マカゴ、ピッコロピッコロピッコロが確実に僕のことだけを狙いに来てるよね、ピッコロが。でもまあそこのやられへんのはまあ僕ですよ、ほんまに奇跡的にこれ大事、おナイス味方の人、ちょっとお前らランってやって、ララランってやって、ララランってしようと思ったら味方の人がララララランでしたよ。やっぱランランルーなる、ランランルー、ランランルーかのジャンプブー、ラン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 ルー、ランランルー、ランランルー、ランランルー。おい、ドナルドドナルドの噂が聞こえてきましたね何の噂やねんっていうことありますけども、今のはエイモおじいちゃんやった。
ほんでちょっとスーパージャンプ の練習もしておきましょう。オッケー、着地キルされんかった。そう、やっぱスーパージャンの練習もしとかないと。やっぱりこれ着地キルの練習は、あ、着地、あ、着地は着地でも、あっちは難しい着地キルですね。スーパージャンプ着地狩りやったらさ、あのさ、まださ、いけるけどさ、あの、え、スーパージャンプ、うん、スーパー着地、もうガチャガチャ、何を言うてんかわからんけど、ここ最後行くわ行くわ、ここま、いや、リベンジだ。半沢直樹で勝てました。まああれですね、強い。さすがゴーニーガロンベッチということで、僕の愛用武器にすごく助けてもらいました。皆さん今日から使いまくってくださいということで、終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。